映画貴族の映画語ってみた。これはうまいのか。うまい。はい、みんながふざけ出した、ね。ホットロード。はい。見てきましたね、皆さん。見てきましたよ。バラバラにね。バラバラに。はい、タイミングみんなバラバラっていう。みんなバラバラ。バイク、喧嘩、タバコでしたね。タバコなかったっけ？タバコないな。タバコはないですよ。はい、タバコなかったな。なんだっけ、俺もう一個何個、何言ったんだっけ？バイク、喧嘩、女ってたの。コネコ、コネコ。じゃあ、バイク、タバコ、はい、喧嘩。タバコ入っちゃってんだ。タバコ入っちゃってんだ。はい。つむぎたくさん原作のホットロード、はい、のんねんれなさんと、登坂ひろみさんでしたっけ、はい、3代目が3代目がえ、やっぱ人気あるんじゃないですか、10代の間では JSOULBROTHERS。 いや、私お友達がそういうなんかそういう系じゃなかったんで、ジャニーズがいいとかじゃなくてですか。なんか本当に私アイドル好きなんですよ。女性アイドルが好きで。あ、そうなの。お友達も女性アイドルが好きで。へえ。っていう感じです。AKB さんとか。AKB さん、AKB さん。うん。ハロプロさんです。ハロプロさん。ハロプロさんが好きなの。モームスさん。スマイレージさん。あ、スマイレージさん。モームス古いか。モームスさんも好きですよ。ね、でも最近またね、ガーッと来てますよね。ガーッと。ワンフォーでしたっけ。ワンフォーで、うん、多分来年でなんて呼ばれるの。ワンファイブか。ワンフォーが昔の人たち。違う違う。今年です。2014年だから、はい。なるほど。カラオケの検索大変になりそう。ああ、そうね。いっぱい出てくるもんね、もう。さあそんなわけでホットロードいかがでした？もうね、バイクに女性を乗せるっていう、うんうん、この男のロマンですよね。ああ、なるほどなるほど。やってみたかった。免許持ってますか？持ってます。あ、持ってる。僕ら二人実はね、まあ持ってます、ね、持ってますんですよ。これ乗れるんですよ。あ、これ乗れるんですよ。乗れますよ、多分。どういう意味かあれ、乗るだけの免許を持ってます。そうね、そうね。なんか語弊があるような言い方。普段だってチャリですもんね。ええ、普段チャリンコですけど、今日パンクしそうになってます。あれ、ええ、空気入れなきゃ。ええ、空気入れましょう。空気入れますよ。どうでした？はい。どうでした？うん。漠然としすぎた。どうでした？なんか、うん、あれですね、人と人との絆って大事ですね。なるほどね。すごい。急に真面目に語ろうとしましたね。真面目だ。ああ、確かにね。いや、喧嘩のシーンが少なかったなと思いました。ああ、確かに。思ってたより。そうなんだ。はい。あ、そっか、そうなんですよね。もっとありそう。暴走族だもんね。そう、なんかこう、なるほどね、ボッコボコにするシーン僕見たかったんですよ、はいはい、アウトレイジ的な。違うか、あれ的な。どれ？湘南？クローズ。ああ、クローズ、ね、クローズゼロかな。はいはいはい。小栗旬さんやってた、あんな感じでもうね、うんうん、1対100ぐらいのね。違うんですか？暴走族ってそういうのじゃないんですか？会ったことない。ああ、そうですか。もうだって絶対キムシュに近くないですか？そうなんですか。あんまだって見ないでしょ。見ない見ない。でも夜ブンブンしてたら全部暴走族ですか？ブンブンしてるのだって、ああ、俺ら暴走族になっちゃう。ブンブンしてるだけ。なんかやたら音が改造された感があったら、あのね、暴走族さんはね、もうメットをかぶっていない。これもそうだけど。え、かぶんないんですか？はい、なんでかぶんない？いや、暑いじゃんみたいな。でも後ろに乗せた時にかぶせてましたよね、うん、そうそうそう、女の子にかぶせる女性優しさ、硬派、硬派ってやつですよ。しかもさ、フルフェイスなんですよ。あのハンヘルっていう上乗ってるだけのヘルメットあるじゃん、はい、あれってあの転んだ時したらやっぱ顔に怪我とかあるけど、フルフェイスだとその可能性がね下がる。あ、その優しさは、その優しさじゃないの、ね、あれは絶対こいつら被んない女の子用のヘルメットだなっていうことだと思いますよ、あれは。あー、なるほど。そう、うまい。バイクの後ろとか乗ってみたいですか？いやです。え、だって怖いもん。怖いよね。ないです、ないですか？絶叫系の乗り物嫌いで、はい、バイクってブーンっていくから怖いかなと思って、うん、なるほどね。自転車の2人乗りとかこの話はもうよくないダメダメか、そうか。睨んでるよ、マネージャーさんが睨んでるよ。そう、あの2人乗りは皆さんダメですよ。そうですね、ダメです。おまわりさんに捕まります、はい、先生どうでした？ホットロードは
そのね、僕はカンペを見始めました。膨大なメモ。膨大なメモなんだけど、ちょっと雑すぎて見えない。自分の文字が書いてる。映画見ながら書くんですか？映画見ながら書くんですか？はい。見ながら書いたんだ。僕見ながら書きます。すごい。はい。そういう特殊能力持ってる。僕暗闇でもね。あ、だからこんな汚い字なんだ。まあ周りの人は迷惑ですよね。暗闇でも見えるんですよ僕。でも映画館そんな暗くない。おお。画面の明るさがね。おお。あるから。あるから。じゃあ全部今読めないの？いや読めないことはないですけど。あとね何書いてあるかな。これカンペ映ってないんでしょ。大丈夫大丈夫。言っちゃってよ。何かな。一人で暮らす。何か母親との関係どうでした？なんかさ決定的な何かがあるわけではないけども、うんうんうん、その何ですかね、先週高校生ぐらいの女性、うん、男性、うん、僕らは女性じゃないんでわかんないですけど、そう確かに母親と娘の関係って我々ピンとこないんですよ。でも、うん、いまだにすごい子供扱いされます。あ、お母さんに、うん、でもパパ、なんか子供だからみたいな話をして、お母さんなんて呼びます？お母さんママって言います。あー、スーパー。なんかさ、こう下の名前でも友達みたいに呼ぶ人とかいますか？最近よ、ね、友達親子みたいな、うん、言ったら多分怒られる。二人でこう、服買いに行くとかさ。あー、行きます行きます。あ、それは行くん？でも、趣味が合わないから。あー、服のね。そうなんです。そうなんです。そういう時お父さんは何してるの？お父さんは楽しいですね。多分お家で寝てる。すごいプライベートなこと話し出しちゃってる。そう、大丈夫なのかな。まあね、男の人はあんま服興味ないからね。そうですね。分かんないしね、うん、もう買ってきてくれたやつただ着るだけみたいな感じでしょ。お父さんそうです、ね、うん、そう、それがいいよ。それが一番いい。お母さんの好みの服をお父さんが何も言わずに着てるっていうだけだ。で、これ、あのね、はいはいはい、オートロードの話をしようとしてた、はい、これね、主人公の、カズキ、ね、カズキは、お父さんは亡くなってたかな。あ、そう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 、うん、あの本当のお父さんはいなくて、うん、で、まあ、お母さんと二人で住んでて、お母さん最近、なんか男の人とよく会って。あ、そうそう、そこが確執だね。最近ってか、ずっとずっと、そう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 、ね、だから、そうそうそう、お母さんとこの小沢さん、お母さんの彼氏っていうのは実は高校生の頃から好き同士だったんだけど、事情があって、そう、結婚できなくて、で今に至るっていうね、カップルでしたね。で、能年さんはお父さんの肩を持ちたい、そうそうそう、だから対立しちゃうみたいな。そう、なるほどね。終わり？なるほどね。終わり？なるほどね。そう、ただやっぱりその先生言うようにやっぱね、ピンとこないんですよ、あの能年さんと木村さんの確執の理由が。分かんなかった僕も、正直。なんでこんなにそのお母さん嫌いなのかっていうのがちょっと分かんなかったんですよね。これ男、例えばね、男親、まあ、なかなかないかもしれないけど、男の親がその引き取るみたいな、真面目な話になってるのこれ。深刻な話になる。深刻な話になる。そんな場合、その、あの女性のね、人をあのお父さんが好きになったら、あ、別にいいんじゃないとかって僕は言うかなと思うんですよ。この高校生ぐらいでしょ。中学生。中学生か。いやでも中学生ってすごい多感な時期ですよ。ね、そうだよね。嫌、うん、かもしれない。そうだよね。いや、そうだと思うよ、先生。嫌かな。嫌だ。なんかだって、お母さんが違う男の人と、家族じゃない人と会ってからお家に帰ってくるわけじゃないですか。ね、なんかすごい嫌です。なんか、女の匂いを、なんかしてから帰ってくる。嫌、ね、じゃなくて、女の顔が見えちゃうというかね。嫌、うん、ですね。先生、他はなんか僕ですか、うん、僕のこの膨大なデータから膨大なデータ駆使できてない。膨大なデータはね、あと何がありましたかね、うん、チャンネル登録してね。